サイパルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。皆さんは流れ星にお願い事をしたことがあるでしょうか。流れ星は毎晩いくつか夜空を流れていますが、曇りの日や街明かりの影響で見ることが難しくなっています。もしたくさんの流れ星を見ることができれば、たくさんのお願い事をすることができますね。今日は流れ星についてお話をすることにしましょう。もうすぐたくさんの流れ星が夜空を流れるペルセウス流星群がやってきます。毎年同じ時期に決まった方向から現れるたくさんの流れ星を流星群と言います。中でも安定して多くの流れ星が出現する3つの流星群は三大流星群と呼ばれており、お盆の頃に見頃を迎えるペルセウス流星群、最も多くの流れ星が観測される12月中旬頃の双子座流星群、年末から年明けにかけて見られる四分儀座流星群があります。さて、これらの流れ星はどこからやってきて、なぜ毎年同じ時期に現れるのでしょうか。私たちが住んでいる太陽系では8つの惑星や惑星の周りを回る衛星、ほうき星と呼ばれる彗星などが太陽を中心にそれぞれの軌道を描いて回っています。惑星はこのように円に近い楕円を描きながら回っており、その軌道はほぼ同じ平面上にあります。一方、彗星の軌道は細長い楕円のものが多く、放物線や双曲線を描くものもあります。放物線や双曲線軌道の彗星は太陽に一度近づくと二度と戻ってきません。また太陽の近くを何度もやってくる彗星もあります。その周期が短いものは海王星軌道の外側にあるエッジワース・カイパーベルトから、周期が長いものはその外側にあるオールトンの雲から太陽に近づいてくると考えられています。ここが彗星のふるさと、オールトンの雲です。太陽からは約1光年離れた場所です。彗星は今から約46億年前に太陽系が誕生した時に作られた岩や塵がついた氷の塊です。よく汚れた雪だるまにも例えられますが、彗星を調べることは太陽系が誕生した時の宇宙の状態を知る手がかりとなります。こうして太陽に近づいていくと、彗星の氷の核は太陽のエネルギーで溶け始め、塵やガスが噴き出します。この塵やガスが長い尻尾のように見え、太陽に近づくほど彗星の尾は長く伸びます。彗星の尾は2種類あります。一つはイオンの尾と呼ばれ、太陽風によって太陽とは反対方向にガスがほぼ直線上に伸びるものです。もう一つはダストの尾と呼ばれる塵の尾で、放出された塵が太陽と反対方向に伸び、塵の大きさや放出時期など様々な要因から幅が広くなり曲線を描きます。さて、彗星から放出された一部の塵は彗星とともに彗星の軌道を回っています。彗星が何度も同じ軌道を回るうちに、チューブ状の塵の帯ができます。塵が最も濃い部分を地球が通過すると、
地球の大気と塵が衝突をして光り輝き流星群となって観測されます。地球が水星の軌道を通過する時期は毎年決まっているので、同じ時期に同じ方向から流星群が出現します。まさに水星は流星群の母親のようなもので、流星の元となる天体を母天体と言います。ペルセウス座流星群の母天体はスイフトタットル彗星です。スイフトタットル彗星は約135年周期で太陽系を回っており、現在は地球から遠く離れたところにありますが、彗星から放たれた塵は彗星の軌道上に広がっているため、毎年地球がスイフトタットル彗星の軌道を通過すると、彗星の位置にかかわらず塵が地球に降り注ぎ、ペルセウス座流星群として観測されます。今見えているのは上空 400km から見たペルセウス座流星群です。ここは地球の大気圏よりも上で、国際宇宙ステーションが周回しているあたりです。このあたりでは流れ星を上から見下ろせます。そしてこちらが上空 100km です。地球の大気圏のあたりです。このように彗星の塵は同じ方向から地球の大気に飛び込んでいきます。このあたりで宇宙空間の塵が大気中の原子や分子と衝突をして、一瞬の光となり流れ星として見えています。流れ星が流れてくる方向をたどってみると、ペルセウス座があります。地上では空の一点から流星が飛び出すように見えており、この中心となる点を放射点と言います。流星群の呼び名には放射点がある星座の名前が付けられており、ペルセウス座流星群の放射点はペルセウス座にあります。そしてこちらが地上から見た流星群です。ペルセウス座流星群の放射点は北の空にあるカシオペア座を目印にすると良いかと思います。放射点が空の高い位置に来るほど流れ星が多く見えますが、放射点付近以外にも全天にわたって流れ星が見られますので、ぜひたくさんの流れ星を見つけてくださいね。今年は8月13日の午前4時頃に流れ星が最も多く見える極大となります。8月12日の深夜から13日明け方にかけては月明かりの影響もなく、たくさんの流れ星が見えると予想されています。また前後2、3日もいつもより多くの流れ星が現れます。昔の人たちは天の神様が地上の様子を見るためにそっと扉を開いた時に漏れ出た光が流れ星となって降り注いでいると考えていたそうです。そのため天国の扉が開いているうちにお願い事をすると願いが叶うと伝えられてきました。それでは皆さん、少しの間流れ星にお願い事をしてみることにしましょう。ペルセウス座流星群は毎年夏休み時期にやってきますので、夜更かししても大丈夫な方は
実際の空でもぜひたくさんの流れ星を探してみてくださいね。ところで、ペルセウスって誰なのでしょうか。それでは次回ご紹介することにしましょう。今日はサイパルチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。